はい、ブースに来ました。はい、Python ブートキャンプブースですね。はい、今日は、はい、何人かいろんなスタッフがここにいるみたいですけど、鈴木貴則さんと塚本さんがブースの担当しているようです。今日は OSC、オープンソースカンファレンスっていうところで、一般社団法人 PyConJP アソシエーションとして出展してますと。で、メインで伝えているのは、PyConJP やりますよっていうことと、あと Python ブートキャンプっていうイベントについて紹介をしてますと。じゃあ、Python ブートキャンプっていうのが、どういうイベント、どういう感じで紹介してるのみたいなところとか、塚本さんからちょっと説明してもらいましょうかね。マイク持っていいですよ。はい。はい。Python ブートキャンプっていうのは、初心者向けの、Python のチュートリアルということで、そのイベントを、主催してくれる方を、探していますっていう形で、こちらで説明をしています。で、そうですね、やっぱり、運営ってなると、ちょっと、ハードルが高いかなっていうふうに、思う方もいると思うんですけども、そういう方に向けて、こういうことを、こういうことをやってくださいっていうことを説明していると、じゃあ自分もやってみようかなって、感じてくれる方が多いかなという印象があります。はい、ありがとうございます。私ちょっと今日昼ぐらいから来たんですけど、実際、多分塚本さん朝からいたと思うんですけど、感触だったりとか、どういう人が来てくれたとか、そのあたりとかちょっと教えてもらっていいですか？はい。ですね、ちょっと意外だったんですけども、遠くは福岡や熊本の方とか、そういうところからも、来てくれる方がいまして、話を聞いてくれると、ちょっとやってみようかなって言ってくれる方が多くて、すごく、良かったなと思っています。ありがとうございます。福岡からっていうことは、その福岡、OSC に福岡から来ている。ここは東京ですけど、に来ている。あ、なるほど、なるほど。で、その方は、福岡で Python ブートキャンプを開催しようかな、みたいな感じなんですかね。そういう感じですね。はい。過去にも福岡でやったことが、あるんですけども、そこで、もう期間が空いてるので、ぜひ、主催をしてくださいって言ったら、ちょっとすごい前向きな、お返事をいただけました。ありがとうございます。実際、ちょこっと説明軽くしてほしいんですけど、じゃあその福岡なりどっかの人が Python ブートキャンプやりたいってなったら、どういう準備をしたらいいんですかね？はい。主には、会場の手配がまず必要になりますね。それから、これくらいの時期に、開催したいっていうの、目安も欲しいですね。それで、ある程度目処がついたら、具体的に、講師を派遣できるかどうかみたいな。それで、派遣できるってなったら、そこで、開催が決まるっていう形になってます。講師を派遣っていうことは、講師はどっかから行く感じなんですか？そうですね。基本的に、東京に住まわれている方が主になりますね。それで、開催が決まったところに、行ってもらって、そこで、講師をしてもらうっていう形になってます。はい。軽くフォローすると、私だったり、今これを撮ってる寺田さんだったりとかが、その日行けますよって感じになると、その福岡なりに行って講師をやって、みんなで楽しく Python 勉強して帰るみたいなイベントをやってるって感じですね。なので、全国に私も行きたいんで、ぜひ、いろんな人が、いろんな地域で開催してくれると嬉しいなと思っております。なんか最後に一言もらっていいですか？はい。Python ブートキャンプの、現地スタッフっていうのを私、これまで3回やったことがあるんですけれども、どの回も非常に楽しかったです。ちょっと現地スタッフっていうと、多少ハードルが高いって感じてしまうのはちょっと自分もわかるんですけれども、その後コミュニティを結成したりとかして、継続してPython を勉強する環境が、作れていけるとなお楽しいので、皆さんもぜひチャレンジしていただきたいなと思っています。はい、じゃあこんな感じでよろしいでしょうか。ありがとうございました。